有馬温泉の駅に、到着しました。で今現在地はこちらなんですけども、まあ、観光地でこの辺りとは河川人が歩けるように整備してるんで、まあ、どの辺りから、水門設置するかというところですね。まあ、上流の方から、まあ、歩けるところは先ほどの位置から、まあ、向こうに向かってこの向こうに河川があるんですけども、上流の方に続いていって歩くところがあるんですけど、ある程度のところまでその上の方にある程度貯水するような形で水門をいくつか設置して、でもうここは高さがかなりあるんで、まあけど上の方まで実際歩いて見に行ってみないと貯水量まではちょっとどれぐらい貯水できそうかわかんないですね。あ、向こうの方に歩けるところありそうですね。ちょっと向こう行ってみます。こちらは先ほど の有馬温泉の出口のところなんですが、あちらの上流がある程度歩けるようになってるんですよ。でまずそこのところで、まず5目の水門を作って橋のところですね。でその奥の方はこれ傾斜結構あるので、歩けるようになってるところまでの範囲で水溜めるような形で、あとは排水するような形で、でちょうど次のあの橋ぐらいで高さ結構合いそうですね。いや、ちょっと待ってくださいね。間にもう一問いりますね。間にそうですね。間にもう一問いりそうです。あの橋のところで設置と、それと間で、あの位置からだったら、そうですね。ちょうどあの重機のある手前の方ですね。手前の方に、水門型、河川敷水門型ダムの設置ですね。であの橋のところですけども、まあ、今こちらが有馬川です。これがずっと向こうの方まで行くと、有野川と合流して向こう側と合流します。で次設置する場所がこの橋の奥の方ですね。奥の方、奥の方というか、まあどう言ったらいいですかね、下流の方に向かって、その次の水門を、設置するべきなんじゃないかなとは思います。もしくは あそこの間を一旦飛ばして、こちらの手前の方に水門は、けどいりますね、やっぱりいりますわ。まあけど手前の方でも、排水溝のその真ん中の位置がね、ちょっと今気になってるんですよ。でまあこの辺りなんですけども、排水溝 1×1 で十分だと思います。で次は橋のところの手前の方ですね。水門の設置箇所、まあ間にもいるっちゃいるんですよ。けども先に工事は向こうでしょうね。ここにもね、このそうですね、この辺りかな、この辺りにもいるっちゃいると思うんですよ、この地点だけども、門が閉まった時に、要するに向こうに溜まる分もこっちに溜まる分も考えなきゃなんないんで、だからまああの辺りに門があるんだとすればこの辺りなんですよ。だから間に設置するかどうかでの考え方が入ってるから、
手前にするか奥にするかっていう話になるので、 あちらの橋で間はまだちょっと様子見といて、先にあのどこを効率よく設置していくかなので、あちらの橋の手前の方にまあ設置しましょう。で山間部竹の林がまあいっぱいありますね。良い資源だと思いますよ。まあ一応 1×1 で言いましたけども、もしかしたら50センチ ×50 センチの方がいいかもしれないですね。まあけどね、これね、水門の数増やすんだったら 1×1 なんですよ。貯水量が増えるから。でまあ向こうの有野川と合流するまで 1×1 で通して、で全て開門したら大型の回転扉式が回るような形、まあ大雨の時のことをやっぱり考慮すると、太陽光パネルも使えないし、だけどもその大型の方の回転扉式も回るという、まあ、ここの位置がさっき言ってた設置場所ですね。でここ結構ね、段差が結構あるんで、まあ効率を考えると次はあちらの橋ですね。あの辺りも向こうの方、ね、貯水池にした後畑とかにね、ある程度開墾できそうですよね。まあ次の設置場所がこちらの橋のところですね。間はまたできてから考えましょう。だから先ほどの有馬口で降りたところから、 1×1 でこの当分、まあ、合流するところまで進んでいくとするのであれば、そのもう少し上の方のところは 50×50 が良いかと思われます。まあ、この辺りも老朽化した建物、まあ、ああいったところもそうですけど、まあ、結構ありますよ。でこれね、高さから行くと貯水、あの辺りで手前の方が大きく両サイドの住宅地があるので、その手前に次の水門作った方が良さそうですね。ちょっと待ってくださいね。もう少し近くまで行ってから確認します。形状がね、やっぱりあそこ大きく段できてますね。でただ水門そこに作っても次高さ合わせるところがあれなので、あの奥手の方のね、そこちょっと斜めになってるじゃないですか。こう斜めになったその奥のところ、あそこに水門作りましょう。まあ、それで、まあ、ちょうどそこが滝みたいになっているので流れやすくなって、その先に作ることによって中央の排水溝、まあ、勢いよく水が集まっていくんじゃないかなと思っています。では、次の地点向かって歩いていきます。一旦電源切ります。先ほどの地点から少し、まあ、下ってきまして、まあ
こちら何か作りかけてますね。で、まあ適当にあの辺りで良いかと思います。ただここはね、ちょっとね、河川、一応ね、あそこが岩壁だから、その辺りは多分水没すると思います。ですので、この辺りでしょうね。で、こちらからはちょっとなだらかなんで、まあ、だいぶ距離が出てからでしょうね、次の水門。一応周りの風景映しときますね。そうじゃなかったら、ここどこなのかわかんないと思いますんで、まあ、川続きなんでね、川の、まあ、川沿いを歩いてもらったら、だいたい横に入っていく道があって、そこ入ったらっていうのがわかるかと思います。まあ、この辺りも竹、たくさん生えてますね。歩ける場所がこの辺ぐらいしかないんで、まあ、ずっと歩いてるんですが、まあ、この辺りもなんかね、畑作れそうですよね。で、向こうの方が河川なんですよ。で、もうあの辺りに、作った方が良いかと思います。で、ちょっとね、向こうの方見に行きたいんですよね。どういう風な状況になってるのか。結構ね、歩いてきて傾斜結構あるんで、高さ結構出てると思うんですよね。けどこれ、ちょっと入れないような形になってるんで、ちょっとね、まあ手前のところ、ある程度のところまで、まああの辺りが畑だから、まあ先ほど言ってた地点だから、まああの辺りぐらいに作ったら、まあそれも形状を見てもらって確認してもらって、どの位置が効率いいか、まあ要するに水門の幅ですね。それがどのあたりがいいかっていうところ見てもらった方がいいかもしれないですね。先ほどの続きですけども、あちらが撮影中に映ってた橋脚ですね。でこちらに有馬川という橋、まあ有馬川っていう橋はたくさんあると思うんですけども、まあ水門作るとしたらこのあたりですね。まあね。まあそちら高さ出てるので、あのあたりですね。ちょうど川幅が狭くなってるあのあたり。これですね。ここはね、山口町1丁目9というところですね。次の、橋が、荒内橋ですかね。まあ、こちらは、有馬川と書いてますね。まあ先ほどのところからは多少なりともまあ段差あるので、まあこの橋あたりに水門の設置で良いかと思います。この向こう側ですね。で、大きなその回転扉式はまあこっち側にまあ設置すると。まあそれで斜めの角度は手前にこう出しといて、まあそうですね。どうしましょう。こっち歩いて道あるから。ちょっと行ってみますね。あの位置からすごく距離近いんですけども、ここで高さが出てきますんで、まあこの辺りですね、作るとしたら。で、ちょっと向こう歩けそうかどうか分かんないんで、一旦道引き返します。先ほど見えてたあの高速道路の下あたりまで来ました。で、河川が向こうの方にあるはずなんですけども、ちょっとね、向こうの道を歩いた方が良かったのかな。ちょっと河川から離れてるのか離れてないのか水元してるんですけどね。まあちょっとこの辺りだいぶ民家がまあ少ないところで、水の流れてる音聞こえてるんで、すぐ横が川のはずなんですけども、だからまあこの辺りどこかで、まあ水門が作れるはずなんですけども、まあこの辺は後回しですね。さっきどこかで橋、
やっぱり河川見えますね。わずかながら河川が見えます。どこかで橋のところ一回作って、そこをせき止めてから、そこの橋のところにでも階段つけておいて、でまあ入っていくような形かな。まあこの、この辺りなんか高さ、見えてきました、見えてきました。この辺りなんか高さ出てるからいいですね。この辺りに作りたいですよね。そこはね、こうああいう風になってるんですよね。斜めに流れてるところで、まあわかるかと思いますけども、電源切ります。撮影したところから50メートルほど進んだらもうすぐ橋のところまで来ましたんで、ここの位置の方がいいかもしれないですね。貯水量は結構な量が貯水できそうです。先ほどの続きなんですけど、そうそう、ああいう中央にあるところの真下のところに大きめの回転扉式の発電機を2つつけて、でその向こう側に、門が、中央に向かって、ある形で、でこちらの方にその下のところに、1×1 ですね、向こうのその下の方のところですね、 1×1 です。排水溝の大きさが、先ほどの地点から、まあ、歩いてきたんですけども、まあ、こちらも100メートルほどの地点にあるので、次の橋が、まあ、有馬川の先ほどの続きなんですが、まあ、ここに設置するかどうかですよね。ちょっとね、距離が近すぎるのと、もう少しすぐ先に、あちらに橋があるので、あちらの方が良さそうですね。高低差はあちらから、向こうついてから見た方がいいかもしれないですね。まあ、ああいう風な形で。まあ、多少高低差は出てきてるんで、まあ、こうそこの橋飛ばして向こうの橋あたりでしょうね。まあ、ああいうふうな横から出てる排水口とかもあるんで、一応間に作っといて、ある程度の高さにしといても方がいいかもしれないですね。あちらが水域まで、排水溝のところまで水が、高さが来ているときに、まあどうなるかですよね。だから下の面のあたり、まあけど通常時がこの水の流れですからね、だいぶ有馬温泉の駅のところから通常の排水溝が 1×1 なんで、結構水が抜けていく方なんですよね。まあ、夜間には開閉で、まあ、基本的に門を閉じると、まあ、そういう風な形ですので、まあ、ここで良さそうですね。まあ、川幅20メートルあるかないかぐらいですね。向こうの方が、まあ、ああいう風な、だいぶ先まで橋ありませんので、一旦電源切ります。次の橋が見えてきました。まあ、あちら橋脚が3本ありますんで、間に、まあ、大きめの回転扉式を4基、つけてですね、でその向こう奥の方に、下流の方に、斜めの、まあ、あれですね、1×1 の排水溝の水門ですね。まあ、
先ほどの続きですけども、その4本の橋脚の下に、まあ、あの先ほど橋脚があったじゃないですか。でここに大きな回転扉式で、まあ、この辺にあの鍵つけといて、中ギアボックスみたいな形でいつでもメンテナンスできやすいように、まあ、しておくと、まあ、まあこちらの方に斜めの真ん中に中央に 1×1 の排水口ですね。でもう少し歩いたらまたすぐに橋があります。今下流に向かって進んでるんですが、あちらに橋あるんですが、あちらはちょっと距離近すぎるんで、まあ、こちらの方に作った方が良いかと思います。こちらの橋ですね。で一応ここはもう一つの川の合流地点になってますんで、まあここの橋脚の下に合わせて大きな回転扉式で、であちらに中央に向かっての水門ですね。まあここは山口交番です。西宮市山口町の交番ですね。向こうの方から歩いてきました。であちらに見える橋が先ほど、映していた橋です。で次の橋がここで、次の橋があちらなんですけども、多分ねここの下山口会館のところはなくても大丈夫だと思います。次のあの橋のところあたりにしといた方が、まあ、先に向こうを作ってからでしょうね。下山口会館のところはどうするべきか。まあサイドから流れてくる水とか考えたら、やっぱりいるかな、いるかもしれないですね。この辺だいぶ下にちょっと下るんで、あの辺りで、こちらにですね、斜めのあの水門ですね、 1×1。まあ、風景を見る限りやっぱりいります。次はあちらの下、橋の下に回転扉式と、その奥に、斜めの、水門 1×1 ですね。ちょっと電源切ります。次の橋、新天井橋ですね。新天井橋、まあこちらにもまあ作った方が良さそうですね。でちょっと高さがねあんまり出ないんで、先に作るとしたらあちらの橋ですね。距離がちょっと短いんで、先に向こうの橋作っておいてですね。まあ、あちらだったら、まあ、橋の橋脚の下のところ、まあ、橋の橋脚、いや、橋脚の上のところですね。ちょうど橋がかかってるあの辺りのところまで、まあまあ、ギリギリのところまで水溜め込んでいたら、というところですね。まあ一応、まあ見たところ、まあこれはこれで何か合ってるような気もするんですけどね、向こうに間入れても。でその次は向こうの方にある橋ですね。でもうちょっとだいぶ暗くなってきたので、撮影、これぐらいにしておきます。
このまま、あの、まっすぐ突き進んでいくと、有野川と合流します。で、そちらはそちらで、また、撮影しますので、一旦ここで電源切ります。